族からの手紙。どういうことだ、私らの家族ってことか。わからない。開いてみたけど、ここから先は個人認証が必要っていう注意書き画面が出て、それ以上はまだ進んでないから。家族からの手紙と個人認証。普通に考えると、認証は家族の情報と照らし合わせるために使うんだろうが、ゴフェルの言ってた情報によるとだ、感染者以外の人類は宇宙に避難したんだろう。じゃあつまり私らの家族も宇宙に脱出したんだよな。私らが存在を忘れてるっていう家族も。顔も名前もそもそも家族構成そのものも相変わらず何も思い出せねえけどな。そんな家族からの手紙か。実行してみる？してみないとこれ以上の情報はわからない。だけど家族のことは分かんないよ。覚えてないし、そばにもいないんだもん。そうだね、怖いよね。怖いっていうか辛いな。家族が残してくれた手紙を家族として読めないんだ。それに500年も経ってるみたいだし、みんなはもう生きてない。とりあえず実行してみる。私たちのものとも限らないし、認証が通らなかったらその時はその時。沙織、けど後ろを向いてて、私がまず見てみるから。わかった、ありがとう沙織。気にしないで、どうせ触ってるついでだから。けどね、サオリのお腹に顔くっつけて見えないようにしとくけどね。また。わかった。ありがとう。再生ということは音声か映像。みんな聞こえるかも。よろしく。指紋認証なんて、さっきの口頭での名前認証より厳重。
証はここ。やっぱり個人に対応してる。お母さん、気になる。いいけど。なかなか明るいお母さんだな。柏出まで打ってたぞ。みんな見に来てたの？あはは、うん、なんか怖くはなさそうだったし、やっぱり気になるねって。満場一致で見に来ました。どうせ声は聞こえちまうし、そんなら一緒に見た方がいいなってさ。あれがサオリンのママ。お、サオリンがレアな笑い声出した。すぎじゃない。私のことより着物の話に重点が置かれてたくらい。うむ、なかなか愉快だった。やっぱり引きの着物相当いいやつなんだな。
後でじっくり触らせてくれ。ナッキー、やらしい、ダメだよ。そうですよ、失望しました。夏木ファンやめます。なんでだ、触りたいのは引きじゃなくて着物だぞ。ところでやっぱわかんねえか、今の映像の人が自分の母親だって。そうね、わからない。確かに私の着物と同じ切れ端が映ってたし、話してる内容としても私のお母さんなんだとは思うけど、実感としては思い出せないままかな。そっか。でも私は悪い気分じゃない。思い出せなくても知れたから案外落ち着けた。サオリン、やっぱりあのママの子って感じ。そう。あとはさっきゴフェルが言ってた話、やっぱり本当だったみたいだね。ええ、映像の中の私の母親も言ってた。500年後、宇宙、それに別の星。時男と比企が病院で見つけてきた情報や、ここで AI から聞いた情報、それに時男の夢、どれとも大体噛み合う感じがする。じゃあ現状を知るためにも、やっぱり私たち全員このビデオレターっていうのを見た方が良さそうですね。まあまあまあ、じゃあ次は誰が試すんだ。僕。も、元子か？大丈夫なのか？さっき一番怖がってたよね。無理してない？うん。なぜなら、サオリンが平気そうだったから。そんなので。うん。私が自分で言うのもなんだけど、私あまり執着が強い方じゃなくて、きっとそれで平気だったのもあると思う。でも元は寂しがり屋だし、何か傷つくようなことがないとも言えな。もうサオリンがめっちゃ心配してくるんだが、かな子もなんか言ってやって。私も心配してる側だったのに。いいのいいの、サオリンの次は僕なんだもん。もうピーピー泣いてるだけのもとこちゃんはいません。強がってるところが子供だな。ええ、でも強い子供になりましたね。この、ここ押せばいいんだよね。指震えてるぞ。やっぱり無理は。アキラ、待って。また、大丈夫。ほら、ここ。ね。
ありがとう。サオリンの手、あったかいから落ち着いた。ほらね。そうか。あれ?サオリン、なんか変!映像が乱れてる。けど、これ、多分元の映像のだと。あ、戻った。チューバーだった僕の妹だったね。そして疑う余地もなく本田の妹っぽかったな。そっくりでしたよ、顔とかノリとか。あは、元子の妹も妹っぽいね。姉妹揃って妹キャラだ。しかも向こうは世界の妹か。スケールでかいな。僕らしい人生とか簡単に言ってくれてた。もう大変なんだからね、サバイバルとか。それはつまりらしい人生ってやつを遅れてる最中ってことなんじゃないです?あ、そっ
そうだね。大変だけど楽しい人生やってるよって、そういうコメあの子に返してあげたかったな。僕の妹っていうあの子に。あの子が話してる時、僕まだ起きてたって言うんなら余計にさ。僕は妹だって分かんないけど、向こうは分かるはずだし。本人降臨みたいな感じでさ。元、こっち来てもいいよ。ほら。でもシャオリン、その着物汚しちゃいけないやつで、今さらこれで散々農業だの工作だのやってきたじゃない。おいで、抱きついていいよ。頑張った。偉かったな、元子。さっきまで頭ポンポンしてくれた。うん、本田にしてはだいぶ頑張ったんじゃないか。じゃあ本田が頑張ったついでに私もやっとくか。ラッキー、いいんです？平気です？まあ平気だろう。というか多分この中じゃ私が一番平気なタイプだろうというな。最初に行くべしだったくらいだ。キキが第一波をかぶってくれた。夏樹に限らなくてみんなもそうなんだけど、途中で辛くなったら見るの止めたりしてもいいんだからね。あ、分かっている。じゃあ指紋認証はここか。私のは姉か。姉がいたんだな。覚えてないな。
いや、困ったな。映像を見て、あれが自分の身内だとわからないのは同じだ。同じだが、私の場合は、何を言われても、まあなるほどくらいで終わるだろうと思っていたんだ。だが、どう言えばいいんだろうな、この感じは。なるほどの一言では終わらない。女性が言っていたように、私たちは一見すると愛情薄い一家だったらしい。私の性格からして納得できる話だ。しかしそれはあくまで一見しての話だと言う。自分の肉親が知らない人物として目の前にあって、家族としての付き合いは濃くなかったと聞いて、けれどそこに確かな愛情があったと知らされて、そして私の家族は、私を愛してくれた私の家族は、それを私に示せないままだったと言うんだ。わからん。私は今どういう気持ちなんだ。こんな気持ちになったことがない。いても立ってもいられない感じの、この悲しいんですね、ナッキー。悲しいか、そうか。やはり今の私は悲しんでいるんだな。悲しみを知らなかったわけじゃないが、こんなに深い、持て余すようなものは経験したことがなかったな。ああ、しっくりくるな。悲しいで、とてもしっくりくる。言い当ててもらえて嬉しいよ。悲しいってのはしんどいな。男と沙織みたいにします？ああ、してくれ。頼む。じゃあ、手つなぎますね。ありがとう、あずち。すまん、みんな。少し待って。大丈夫だよ、夏希。ゆっくり、落ち着いて。誰もせかしたりしねえからさ。うん、うん。ありがとう。よし、すまん、待たせたな。もう落ち着いたから大丈夫だぞ。じゃあ、そのままついでに私が行きますですかね。私も姉なんですか。ナッキーと一緒。Thank you.
お姉様、すごく演説です。ところどころワードセンスがいかにも安土の姉さんっぽかったな。わかる。で、なんだかいいこと言ってくれてたよね。ちょっとわかりにくかったから、多分だけど。そうね。はるみと私たちの幸せを信じてくれてた。そうですね。あのお姉様なる人が本当はどんな性格だったか、それはわかりませんけど、少なくともこういう言葉をこういう時に残してくれる人なのはわかりました。あれを姉だと思うと、まあまあ誇らしい気持ちになれる気はします。漠然とした幸せは今目の前にある幸せの延長線上にある。ちょっと覚えておきましょうかね、お姉様。じゃあ残りは私かアキラだね。ああ。私先に行っちゃっていい？え、あ、でも、いや、うん、そうだな。先に行ってくれ。よし。よしよし、行けた。え？なんか変だったよね、今。今までと違う。ナコの認証じゃ動画が流れなくて、アキラの認証をしろってどういうことです？時代用のメッセージがないってことか。アキラを名指ししてくるのは変じゃない？しかも続いてって言ってたし。じゃあじゃあ、かなことアッキー一緒ってこと？どういうことだよそれ。今までのメッセージでのそれぞれの口ぶりから考えるに、メッセージを残す人間は家族単位で一人ってことみたいだけど。となると時代と金指は同じ家族で、つまり実は姉妹でしたみたいな話なのか？そんな急に言われても。悪いんだけど、この動画一回だけアキラと二人だけで見てもいい？かなこ？みんなに隠し事するつもりはないよ。私たちが見た後でもう一回一緒に見てもらおうかなとも思ってる。でもね、なんとなく私、アキラと二人で話さなきゃいけないことがある気がして。ああ、そういえば最初の頃ずっと言ってたもんな。でしたね。何か言わなきゃいけないことがある。でも思い出せないって。うん。夢で思い出したはずなんだけど、結局全部は分からなかったし、それが
もしかしたらこのビデオメッセージでわかるんじゃないかと思って。だって私とアキラ二人分認証しないと見れないなんてさ、あからさますぎだよね。めちゃくちゃフラグだな。いいな、運命っぽくて羨ましいんだが。もっと二人にしたら真面目な話なんだから。ってことでいいかな、みんな。それに何よりアキラも。私らはもちろん構わんぞ。いくら運命共同体みたいな関係だと言ってもだ、プライバシーってのはあってしかるべきだからな。ですです。隠したいことは当たり前に隠す、明かしたいことは遠慮なく明かす、それでいいですよ。私もいいぜ、それで。二人で見る。サンキュー&ありがとう。みんなのことは終わったら呼ぶからね。ええ、それじゃあ私たちは出てる。あ、操作とかわからなくなったらその時は遠慮なく呼んで。うん、助かる。さて、二人だね、アキラ。あ、ああ。時間が経っちゃったからリセットされてる。もう一回私からやるね。私がやればいいんだよな。この言い回しだとわかんねえな。私たちの母親が一人だけってことだったらどうしたら。あはは、その時はその時だよ。多分あんまり変わらないでいられるよ。だって私たちは私たちなんだしね。かなこ、ちゃんと私たちの親別々にいる。だな。私とかなこが姉妹って線は消えたか。じゃあなんでメッセージが2人一緒なんだろう。
着床？